everyone, Lily is IDS Magazine Asia and I am Flora Lee. Here we are at Faklong and we are so honored to have the Faklong's Matsunaga-san to introduce their product for us. Matsunaga-san, welcome. 皆さん、こんにちは。日本バクロン株式会社の松永と申します。弊社が一応台湾本社にあるんですね。台湾の諸華市にあるんです。それ日本法人一応江戸川区の西葛西にあるんですよ。それ今回ね弊社展示するのは一応防犯カメラの AI 機能載ってるの、モデルですね。それが弊社の、防犯カメラねほとんど AI の機能が搭載してそれが例えば顔認識とか車のナンバープレートの認識、あとどんな生き物ですね、生き物とあと写真ですね、それは全部ね認識が可能です。あともう一つですね、弊社の一応15年前から、AI 機能も活用して応用して車にデジタコにね内蔵して、それが例えばねこういうものですね、これデジタコというですね、ATAS とか BSD とか DSM ですね、これ全部 AI が応用して、それが例えば ATAS ね、車線の逸脱と、あと車間距離、あと DSM ね、ドライバーに対して運転行為ですね、運転行為とか居眠りとか、あと脇見運転とか、あとタバコとか、スマートフォンね、携帯電話の使用するとか、これ全部ね、ちょっと違法の行為ね、これが全部ね、低速して、それが本社の安全運行管理者のところに、転送して、それが全部ね、各車両の、全部ね、把握できるんですよ。あと BSD ですね、BSD、視覚のいろいろの転送も可能です。はい。Thank you to have the introduction for us. And if you have any problem you want to ask, please comment below. I wish you have a great day. Thank you.